長谷川春は、日本の政治家、自由民主党衆議院議員。宮城県栗原郡若柳町出身。肖像医、組一等局実大受賞。宮城県月立高等学校、早稲田大学専門部整形科卒業後、1933年に、九州日報社に入社。記者として活躍。この頃、小形武虎。 中野聖合との地遇を得て、領友の下で政治の色派を学ぶ。1945年、小形が東国宮内閣の国務大臣に就任すると、その秘書官を務めた。内閣では、総理大臣の東国の宮都市彦王の国民諸君から直接手紙をいただきたいとの意向の下で、小形のアイデアにより、国民からの投票を募っていたが、都市彦王が、 すべての手紙を読むわけにもいかず、平行感覚を持った人たる元記者の長谷川が手紙の整理役を務めた。また、寄せられ整理された手紙の内容を都市非公に進行するのも長谷川の役目であったが、その長さは時に3時間にも及ぶこともあった。1947年九州日報編集局長のため公職追放となる。 追放解除後の1952年の衆議院議員総選挙で宮城2区から無所属で立候補するが落選。翌1953年に自由党から立候補して初当選し小形を補佐するが1955年の総選挙で落選。さらに翌年には首相就任を目前にして死である小形が急死してしまう。1958年に 国政復帰。自民党では小型派を追大 C 派に属す。池田隼人内閣で文部政務次官に就任。佐藤内閣では新東京国際空港の建設に、際し現在の空港所在地である三里塚カーンについての自民党政務調査会交通部会での検討に関わったとされる。1973年の第二次。 田中閣営内閣第一次改造内閣、1974年の三木内閣では、労働大臣、1982年の第一次中曽根内閣では、運輸大臣と大臣職を歴任した。しかし、1988年の竹下改造内閣で、法務大臣として入閣した直後、当時世間を騒がせていた、リクルート事件に関連し、 リクルートからの政治献金が発覚。任命からわずか3日後で、閣僚在任期間4日間の短命閣僚となり、戦後政治史では、最短在任記録歴代1位となった。この退任劇は竹下内閣に少なからず影響を与えた。就任時の記者会見で、ご縁がないから、ここにいられると大口を叩いたことが、結果的に命取りとなった。 旧石井派が解消した後は、1979年に、中川一郎が中心になって旗上げした中川派に、中鎮として参加。中川派解体後は、石原慎太郎らと共に福田派安倍派へ合流した。安倍の死後、派内で起こった、三塚博史と加藤六月の後継者争いでは、当時清和会座長であった。 長谷川の最低で三塚を会長に押し、決着させた。1992年10月19日、現職議員として80歳にて死去。当選回数は、通算13回。日本遺族会会長も務めた。また公共勤労奉仕は、1945年11月に、長谷川と栗原軍青年団長の鈴木徳一が、堂々して、宮内省を訪れて、 宮城の清掃奉仕を申し出て認められ、長谷川と鈴木が12月に、栗原の青年や女性たちをメンバーとした、三国奉仕団を結成して、宮城内の清掃作業を行ったことがきっかけで、始まり、そのことが、日本全国に伝わったことで各地から、現在のように奉仕団が集まり、皇居や御用地などの清掃作業を行うことが、定着したと言われている。ありがとうございます。